めちゃめちゃ雨降ってますね。前回見た風化拠点、進行してるか見に行くか。こっち側見れてなかったんだよね。工具棚壊されてんだけど。てか、崩れたんだね。260。ああ、でもここはバッテリー型っぽい。あと見れてないのはここかな。え？あららららら。見られてるわ。あれ？武器あると思ったんだけどな。てかこれ、誰か狙ってんな。武器がいっぱい入ってるチェストは、ない感じっすかね。そうだ。工具棚ないってことは、これ、ガラス取って下の樽見れるぞ。空だ。まあ、こっちも見れますね。なるほど。工具棚壊した人は、多分金属が壊れるの待ってる気がするね。てかこれタレット外せるじゃん。まあでも、これ見る感じ壊す価値ないかな。まあでも耐久90だったら、炸裂弾20発ちょっとで壊せると思うんで、それだったら壊しちゃうか。炸裂弾50発クラフトしました。いや、見れてないチェスト2箱のうちのどっちかに武器があると思うんだよな。まあそれか、ガラクタか。67になってるわ。あ、やっぱ武器ありますね。あ、木材あった。で、AK とかの強い武器は上に入れてた感じっすね。で、炸裂弾戻ってきました。漁夫が来てないかだけ確認するか。まあ実際風化待ってる人いたと思うんで。持って帰れそうかな。大丈夫な気はする。では、運搬しましょう。無事帰宅。まあ、工具棚は見れなかったけど、それ以外は大体見れたんでよかったね。今自分の拠点にね、結構火薬あるんで、レイド行ってもいいかなと思うんすけど、さすがにここは抜ききれないかな。案外横にでかいね。ああ、なんか前回打ち合ってた、拠点でもいいかもしれないな。はしごかけられてる。なるほど。これ上から、こっち行って、工具棚かな。ああ、でも空拠点なんだ。なるほど。まあ、セミライ以上は持ってますね。AK とかがあるかはわかんない。まあ、因縁的なことを考えたら、そこまでなんか深く恨んでるみたいな拠点とかないしな。ああ、でも最初の方に、サプライシグナルこの辺で投げた拠点あったんだよな。
ミニコプター置いてあったり、キャンピングカーとかもあって、4人組ぐらい、かつ AK とかも持ってたね。あ、これだ。レイドされたとか。ん？風化してる？レイドされて風化したって感じっすかね。あれ？まだ抜き切られたわけじゃないのかな？石と金属はなくなってるけどね。レイドされた後と考えるのが普通かな。サクレス弾使って壊しに来てみる。一応因縁はあるっちゃある。一回殺されました。まあでも奪われたのセミオートピストル一丁だけだけど、まあもうこれ壊れるからね。え？鍵かかってない。え？レイドされた後か。なるほど。まあ、レイドする拠点ちょっと遠いんで、漁夫とかに絡まれたらだるいけど。あ、そうだ。確かね、この辺に馬いたんだよね。馬捕まえよう。まあ、早いタイプではないけど。え？木倒れた。何も持ってなさそうだから、やめるか。多分マジで初期脇って感じだと思う。サバイバル頑張ってくれ。ちょっとだけ餌拾ってきたんで、あげます。レイドって何が必要だったっけ？寝袋とかか。スタミナ割と回復してんの。ああ、でも待てよ、これ。装甲版も風化してんな。レイドされた後っぽい。あ、幸福だな、そもそもないじゃん。まあでも、案外美味しい。なるほど。いや、待て、俺。確かに、はしごかけたとき、青色だったわ。で、めちゃめちゃ空洞でしたね、なんか。他もレイドいけるレベルだけど。とりあえず拠点持って帰るか。まあでも、あのソロの拠点レイドしてもいいかなって思い始めてきましたね。まあ元は 1×2 の拠点なんだけど、C46 枚ぐらいで上からぶち壊す。いやでもどうだろうな。最新部装甲版強化してるかな。装甲版強化されてるんだったら、あんま旨味はないかもしれん。ジキシャク。どうしような。タレット設置して、やっちゃうか。抜き切れなかったらまた爆発物取りに帰ってきたいと思います。ということでソロ拠点なんですけど、やりに行きましょう。夜が来る前にやりきりたいな。だる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 。で、この中型バッテリーが持つまでっすね。10分ぐらいかな。馬こっち連れとこう。
まあ、こっから2回貸して、で、下降りるって感じですかね。なので、工具棚、この辺かな。まあ、どっち貼ってもいいんだけど、こっちあるか。じゃあ、シフォン、貼ります。食らわないよ。このまま下下がります。AI か。で、工具棚あるね。ドンピシャだ。木材がない。全部鍵かかってんだけど。てか、なんで壁装甲板強化してんのに床装甲板強化してないんだ。木材がない。早く上塞ぎたいのに。うまいじゃん。けどこれ部品系と装備かな。おい、マジで木材いねえんだけど。ガソスタ近くで木取ってた人倒しとくべきだった。奔放爆薬どんだけ作ってんの？マジで。なるほど。取ってきた方が早いぐらいか、これ。なぜこんな木材ないんだ、この拠点も俺も。とりあえず工具棚置いちゃおう。で、炸裂弾で壊しちゃおうかな。思ったけど、さすがに塞ぐの優先か。タレットも反応してないし。これだけでいけそうだわ。よし。あとは拠点主が来る前に壊しちゃうって感じです。間違えた。あ、危ね。殺しそうになった。レベル3ベンチなかったから梱包作りまくってたんだな。全部鍵かけてる。お。岐阜来て、死んだかな。ジャックハンマー。バッグめっちゃあるし、メタル装備とかもあります。ということで、とりあえず、見切ったかな。まあね、他の部分のこのガレージとか開けてもいいんだけど、多分美味しくないと思うんで、最新部見れたし、ここでやめよう。
木材ないんで、コードロック。あ、ここにやっと木材あった。一応チェストを作るか。あ、AK とかありますね、これ。まあでも武器的にはだいぶ美味しい。まあでもソロでこんな集めてるって、まあ多分風化とかから取ったんだろうな。え？梱包爆薬40枚？やばすぎるでしょ。どっかまあレイドしようとしてたってことっすね。ということでちょっと周り見るか。逆いる可能性あるんで。え、待って、タレット上がってんだけど。あれ、撃たれて死んだ人、あ、いるな。初期脇に近い人か。タレット上がってんのまずいけど、まあこの間に持って帰っちゃうか。逃げろ。梱包39枚も使えるのかな、これ。無事帰宅。技術ツリー開きまして、外壁解放しましょう。これで白石を壁に変えて持って帰ってくることができる。ということで、二度目の運搬行こう。待ってるタレットも回収したいっす。すべて外壁に変えます。もう作っちゃってもいい。まあでもこのバッグって本当に便利っすね。運搬が相当楽になる。帰りましょう。今回のレイドで武器まで潤ってしまったな。まあ拠点狙われてる可能性あるんで、もうちょっと今回で強化してもいいっすね。無事帰宅。拠点に木材全然ないんで、まあ、レイドで奪ったチェーンソーを使って伐採しまくろうと思います。2列分ぐらい欲しいな。よし。これで2列分ぐらいかな。サバイバル始めた時はこの辺結構木生えてたんだけどね。進むにつれてなくなってった。ということで拠点を増築していきます。で、4階部狙撃場にしようかなって感じですね。あれ？そうか、ここ三角つけたらダメなのか。
まあ、問題はここっすね。まあ、閉じときゃいっか。屋根も建築しました。まあ、この壁も建築許可しちゃおう。よし。ということで、拠点だいぶ増築することができましたね。で、今回、レイドで白石めっちゃ手に入れて、外壁もたくさんクラフトしたんで、まあ、そのうち外壁も巻きたいです。いや、もう武器とかもね、今回でだいぶ集まりましたね。